ドン、夢の旧作。大層、暖かくなりました。猫が久しぶりに暖かくなったので、縁側に出てみると、縁側の鉢の中にいる金魚が、5、6匹、チラチラしています。これは閉めた。どうかして、取って食べてやろうと思って、じっと鉢の中を狙いました。犬がこれを見つけて、これはうまいと思いました。普段から憎らしいと思う猫が、 今日は全く気がつかずにいる。今度こそはひっとらえてひどい目に合わせてやろうと猫に気のつかぬようにそっと後ろから忍び寄りました。2階の窓から坊ちゃんがこれを見つけてあの憎らしい犬がまた猫をいじめてやろうとしている。今日こそは勘弁しないぞと空気中にばら玉を込めて犬のお尻のところをじっと狙いました。その時お父様がこれを見つけて また坊やがいたずらをしているよその犬に怪我をさせては大変だよしよし捕まえて殺らしてやろうと抜き足差し足後ろから近寄っておいでになりました部屋の隅で縫い物をしてらっしゃったお母様はお父様の様子に気がついてどうしたのかと思って窓の外を見ると猫は金魚を狙い犬は猫のすぐ後ろに近寄り 坊ちゃんは犬のお尻を狙って引き金を引こうとしお父様は坊ちゃんの襟を捕まえようとしておられますうっかりすると金魚も猫も犬も坊ちゃんもみんなひどい目に遭いそうですお母様はどうしてよいやらわからなくなりましたその時にすぐ近所の砲台で耳も裂けるくらい大きなドンが鳴りました金魚は驚いて石の下へ逃げ込みました 猫はがっかりして後ろを振り返ると犬がすぐ足元にいたので驚いて家の中へ逃げ込みました犬は閉まったと思って縁側に飛び上がると空気銃の弾丸が尻尾の先をかすったので驚いて逃げていきました坊っちゃんはがっかりして後ろを見ますとお父様が怖い顔をして立っておられたので「あれ勘にしてちょうだい!」と言うなり空気銃を投げ出して逃げていきました <laughs> と、 お父様はお笑いになりました。お母様はほっとしました。それから間もなく金魚は絵を投げてもらいました。猫も犬もご飯をいただきました。その時、お父様もお母様も坊ちゃんも楽しいお昼のご飯を食べていました。